ドルトムントはドイツ連邦共和国の都市。ノルトベストファーレーン州に属する。人口はおよそ58万人。かつての工業地帯として知られるルール地方の代表的な都市。交通の要衝で鉄道の結節点でありドルトムントエムス運河を通じて北海と航路がつながっている。近隣の都市としては西にボーフムが隣接し約50キロ北に ミュンスター95キロ東北にビーレフェルト55キロ南西にデュッセルドルフが位置する。デュッセルドルフから特急アイスで40分程度、石炭と鉄鉱石を産出し、鉄鉱工業が栄えるとともにミュンヘンと並ぶ世界有数のビール生産地であったが、産業の構造変化によって衰退し、現在はハイテク産業や第三次産業に力を入れている。 ドルトムント市長者ドルトムントは880年の公文書にスロトマニーとして最初に言及された。1152年にバルバロッサがこの地域を訪れ火災にあった町を再建した。バルバロッサが2年間ドルトムントに住んだ後、帝国でも有数の町に成長する。13世紀にハンザ同盟に参加し、1220年皇帝と直接の従属関係になる。 帝国自由都市の地位を獲得する。1320年以降、ドープマンドの名で裕福な貿易都市として文書に書かれている。ナポレオン戦争後、1803年に帝国自由都市の地位を失い、プロイセン王国に組み込まれる。19世紀より産業革命が進展すると工業都市の一つとして繁栄し、石炭、鉄、ビールの中心地となる。 ルール地方東部の中心都市であるため、近隣都市と共に連合国軍爆撃の標的となった。第二次世界大戦時は2、3の家が破壊された。戦後、ドルトムントは鉄と石炭の町としてドイツの復興に貢献した。市内の各地には炭鉱があり、市北部にはベストファーレン製鉄所、南部にはフェニックス製鉄所と、 大規模な製鉄所が大量の鉄を生産した。また、都心の近くのウニオン、ティア、アクティーンなど多数のビール工場があり、ミュンヘンと肩を並べるビール都市であった。しかし、石炭から石油へのエネルギー革命や新興国の発展等により、市を支える産業は大きく変化した。炭鉱は全て廃止され、2つの大製鉄所も生産を停止し、 ビール工場は統合されて一社が残るのみである。ロンベルク公園テレビ塔からベストファーレン公園を眺める。旧フェニックス製鉄所の横路も見える。今日、ドルトムントはハイテク産業の街として再建しようとしており、1984年にドルトムント大学の近くにドイツ発のテクノパークが建設されている。さらに、市南部のフェニックス製鉄所跡地では、 第2のテクノパークの建設が進められている。そのそばにあるベストファーレン公園のテレビ塔に登り、展望台から市内と見回すと、市内各地に緑が溢れている様子がわかる。2010年には工場跡地を利用した広さ24ヘクタールのフェニックス湖も完成した。この人造湖はエムシャー川再生の一環として、有スイッチ機能も有している。また、 1973年からは、毎年夏にドルトムントチェストーナメントが行われており、国際的にも注目されている。帝国自由都市としてドルトムントは自ら宗教的諸問題を解決し、1570年に独自の教会統治権を手にした。ドルトムントではルター派教会が支配的であり、1786年まで改革派の 教会設立は全く許されなかった。1625年にドルトムント市参事会は市独自の教会監督を選出した。都市として自立した教会管理を行っていたため、プロイセン福音主義教会に併合後もドルトムントは一つの教会地区として教会管理することが認められた。後年ドルトムント教会地区は四つに分けられた。 20世紀に入って、ルター派の間で、教会間の連携が弱くなっていることが、意識されるようになった。第一次世界大戦後、教会からの離脱者が増加し続けた。1960年に、ドルトムント教会地区は4つに分割された。ドルトムント中央、北東、南、西の教会地区に分かられたが、2002年に中央と北東は統合された。 2014年1月1日にドルトムントにある24の教会共同体と隣接する留年地区の4つの教会共同体が集まりベストファーレン福音主義教会ドルトムント教会地区として再編されたドルトムントの福音主義教会は1980年までは市民の多数を信徒としていたしかしその段階で市内のケンミングハウゼン地区ブレヘテン地区 リンデンホルスト地区では少数派に転落していた。ドルトムントにおいて最近ベリング法辺改革派協会共同体が他の協会共同体に統合されたため市内から改革派協会共同体が姿を消してしまった。ドルトムント中央駅鉄道と空港が整備されているドルトムントは広域交通の拠点である。特にドルトムント中央駅はドイツ鉄道にとって 重要な駅で多数のアイスが発着している。ドルトムント空港は市の東部にある。滑走路が2000メートルで夜間発着制限もあるので、滑走路の延長や運用時間拡大が検討されているが、騒音を問題とする市民が反対している。市内の交通は市の子会社である。 DSW21 が経営する電車とバスの公共交通ネットワークが各地を結んでいる。その中心となっているのが LRT で1881年に馬が引く形で登場した。その後蒸気機関に転換され、路面電車から LRT への転換は1960年代末に決定され、1980年代に入ると都心でも 路線を地下に移す工事が始まった。都心で最後まで残り、まだ路面電車が走っていた東西方向の路線も2008年4月に地下に移され、都心から地上路線が消えた。この間に車両の改善も進められ、現在 DSW21 は年間に延べ1億人を超える人員を輸送し、文字通りドルトムント市民の足となっている。ドルトムントは 高い人口密度を誇る都市である。したがって、住民のために高層建築を多数築造している。1970年にドルストフェルトで高層建築、ハンニバルを築造した。ドルトムントを本拠地とするボルシアドルトムントは、100年以上の歴史を持ったヨーロッパを代表するサッカークラブである。1990年代には、ブンデスリーガの優勝を争い。 UEFA チャンピオンズリーグ制覇、ブンデスリーガのクラブで初めて、クラブワールドカップ制覇を成し遂げたが、2004年頃より、深刻な経営難が表面化し、成績不振に陥っていた。しかし2010から11シーズンからブンデスリーガと、DFB ポカールの2冠を2連覇、2012から2013シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグの決勝に、 進出するなど復活してきている。地元では根強い人気があり、毎試合約8万人の監修がベストファーレン・スタディオンに詰めかける。観客動員数はバイエル・ミューンヘンなどを抑え、毎年1位となっている。ボルシアドルトムントのホームスタジアムベストファーレン・スタディオンは1974フィファワールドカップ開催のために建設された。 サッカー専用のスタジアムである。展示場やスポーツホール、ベストファーレン公園で構成される地区の一角を占め、ここでは各種スポーツの国際大会も開催されている。2005年より保険会社のズイグナルイドナがネーミングライツを獲得し、ズイグナルイドナパルクと名称を変更している。2006年 FIFA ワールドカップドイツ大会の開催都市の一つであり、 シュタディオンドルトムントにて試合が行われた。グループリーグの日本対ブラジル戦もここで行われた。ドルトムント最大のライバルは同じルール地方のゲルゼンキルヒエンを本拠地とするシャルケレイ4であり、この試合はルールダービーと呼ばれる。公式観光。ありがとうございます。